市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。香川照之さん、猿之助騒動で息子市川團子さんと立場が完全逆転。6月、大歌舞伎の京成飯盒校で主演を務めている中車さんですが、片目からもわかるほど憔悴しています。精神的にかなり追い詰められているようです。リーダー市川猿之助さんの事情聴取が続いており、重大な危機を迎えている歌舞伎の名門澤瀉屋、一門を支えるプレッシャーが猿之助のいとこでもある市川中車こと香川照之さんにのしかかっています。父親と絶縁していた香川さんは、息子團子さんをバックアップするために46歳で歌舞伎の世界に入りました。まだまだ新団ですから振動は大きいでしょう。一方の團子さんは、猿之助さんの代役を堂々とした演技で務め上げました。役者としての評価も人気もうなぎ登りです。澤瀉屋の看板を突然背負うことになった親子ですが、息子の方は重圧を感じさせない強さを見せているようです。香川さんは次女市川中車46歳の診断者の中で息子を公表しました。わずか8歳で5代目市川團子を襲名して初めて舞台に立った時から大器の片鱗を見せていたからだ。ケロッと舞台を務め上げた一方、楽屋では毎日ゲラゲラ笑ってパワー全開で過ごし続けた。東京浅草寺で行われた恒例のお練りの際に報道陣の注目を集めたのも團子さんでした。今回の猿之助さんの代役で名実ともに團子さんが中車さんの格上と印象付けられました。世間的にはまだまだ團子さんが香川さんの息子と呼ばれているかもしれませんが、香川さんが團子さんの父と呼ばれる日も遠くないでしょう。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。